マジョマジョのやつちょっとハルミフラッグの動画をですね、はい、撮ってました。ハルミフラッグの動画を撮っていたんですけども、ちょっと話がそれすぎたので一旦切らせていただきました。動線に火がついちゃいました、はい、で今ザ・パークハウス埼玉新都心についてです急に話は変わりますけど、はい、でこれもう本当にザ・パークハウス埼玉新都心で検索していただければ自分の記事が出てきます。で公式ホームページ実はまだできてません。ちょっと物件概要振り返りましょう、はい、おさらいしましょう。はい、でまあ所在地ここですよ小山さん。はい、私聞くまで知りませんでした、ね、はい、埼玉市中央区新都心負けた新都心に住める日が来るんですよ皆様、ね、いやこれは神ですよ新都心アドレスの分譲マンションは過去ございまへん、はい、はい、これは奇跡ですね。隣に近くにはシティハウスを持ってしても新都心アドレスじゃない。あります、目の前ですよ。不思議ですね、はい、この新都心アドレスがついてるってことはもともと捜査場跡地でございます。あ、捜査場跡地を、はい、新都心というアドレスにしたわけですから、はい、基本的には新しい施設が建っちゃってるわけですね、はい、ですからこの新都心アドレスっていうのはもうないわけですね、はい、今まで。でまあこれはちょっとおさらいになっちゃいますけども、はい、まあいやはやもう心穏やかではいられませんということでもうテンションマックスという表現もこれ間違ってますね。もう それどころではないですね、はいはい。でまあ、本当にこれ、山々の興奮状態なわけですが、まあ、本当に駅からも近いですね、埼玉新都心から、まあ、本当に数分ですね、2、3分あれば着くかなというところですね、はい、デッキをこうほぼほぼ経由して、で北山はもうすぐですね、そうです、2分表記取れるかなっていうふうに思います。23時までやってる書楽園もすぐこれはですね、本当に私、買うと思います。ただそれが言いたいだけなんです。あの本当に新都心アドレスっていうのは、まあ、本当に大宮創設場の跡地と希少性ある、はい、新しいくっつけられたアドレスなわけです、はい、だから前々からあった土地ではできなかったわけですね、うん、でここの七階区ってところだけなぜか個人の所有物になってたってことで、まあ、賃貸マンションはあるんですけども、はい、まあ、そこの駐車場が今回分譲マンションとなるってことで建築看板は出ております。一応建築看板上のお話でいくと、はい、工事着手2019年12月1日まもなくでございます。ちょっと返しの日に行こうか新しいですね、新しいですね。モデルネームオープン初日じゃないですか。あの現場の人待ってるっておめでとうございます。なんか缶コーヒーの箱とか持っておめでとうございます。はい、あの教科頑張りましょうみたいな。い、ま、参加しますか、あの行事に。わけわかんない、チチンさんして誰だこいつ呼んでねえぞそれぐらい奇跡的な、まあ、この出来事なわけですけども、やろうかな、本当に12月1日で日曜日ですけどね、朝寄ってくれ。そうですよね、朝写真やろうかな本当に。で工事完了予定が2022年の3月ということで、はい、まあ、2年半後ぐらいってことですかね。なのでまあ単純計算でいけば来年中には間違いなく公式ホームページはできるでしょうと。で販売もまあオプションとかを考えれば来年中にやる可能性はあるんじゃないかなというふうに思いますね。これはもうほぼほぼ買うと思います。よほどなんか仕様が低かったりとか、なんか価格が入れて、まあ価格はいいです、高くて、はい、もういいです、400万人坪500でも買います。いや本当にその代わり仕様上げてほしいですね、はい、でも二度と出会えないです、新都心アドレス下手したら、はい、いやね、埼玉をそんな妙に持ち上げるのもあれですけど、程よく大宮からも離れてますから。そうなんです、ね、かつあのエリアとしても例えば教育とかそういった点でも割と人気ありますし、あそこら辺周辺って。そうですね、で赤十字があるのでお医者さんがたくさん買うんじゃないですか。お医者さんに勝たなきゃいけないですね、ドクター。はい、本物のドクターがドクターに負けられないな。ドクター金持ってるもんな。109個しかないですよ。109人にしかチャンスがないんです。新都心をつかめるのは109組だけなんですよ本当に。アリーナある、国がある、はい、駅も近い、はい、赤十字あって、はい、何でティーバーホームも近いです。ティーバーも近いですね。そう、スーパーも入ってます。スーパーも入ってます。いやー、これは本当に来ましたよ。
別に都心がすごく近いとかそういうんじゃないですよね。この埼玉新都心に住めるってことが、だからこれ幕張で言えば幕張駅前にタワーができるんだ。そういうことだ。絶対できないって言われてたわけですから、はい、幕張は作っちゃいけない。だから幕張のマンションは、まあ、ほぼほぼ駅から遠い物件ばっかり。でもそれがなんかいきなりできるようなイメージ的にはですね、実際幕張はできないですけども、はい、まさかここに分譲マンションか、アリーナの特等席です。兄様全日当てないとなっていう、これもう本当にすごいことなんです、はい、ということで、まあ、緊急でこれ緊急で話がずれたので切りましたが、マンションマニアと、はい、ドクター森のかなりの高確率でザ・パークハウス埼玉新都心を買います。本当に12月1日やりたくなって、本当に立飯辞書の人も来てないかもしれない。来てないかもしれない施工会社だけかもしれないですね。なんだあれって川口道具建築工業、まさに埼玉のとこが作ってくれるんで、余計に愛があるんじゃないかと思いますけどね。そうですね、定点観測はしていきたいですね。はい、もう何も17階建てですけど、別に最上階とは言わないので、はい、とりあえず一部屋欲しい。そういう物件です。一部屋持ちたい。あそこに住所書きたくないです。書きたいです。中央区。はい。新都市。そこに住んでる人は多分500人は絶対いないってことですよね。新都心アドレスって多分。賃貸、もう数十人しかないです。まあ、これの近くに賃貸があるんですけど、多分あれワンルームじゃないですかね。あ、まあ、ファミリーだとしても本当に少ないです。100はいないんじゃないですか。日本の中で新都心って書くアドレスの人は本当ごくわずかってことですね。まあ、埼玉の中央区新都心に住んでる人ってのは今いないですよね。ほぼほぼかなり少ないです、ね、すごいことですね。しかもそこのザ・パークハウスですから、まあ、おそらくザ・パークハウスで来ると思います。まあ、でもこれだけいい立地なんで、なんか違う名前の可能性もゼロではないですけど、シャレをつなぐ、はい、でもまあ多分ブランド名で来るかなというふうに思います、はい、早く公式ホームページオープンしてください。ほぼ買えますいやでもやってくれるんじゃないですか、おそらく。そうですね、はい、あの片やあのS 友不動産のマンションなり、もう一方にあの、はい、業者もありますからね。そうですね、S 友不動産さんがあるので、その間に立つってなったらそんな変なもん作れないじゃないですかS 友販売がありますね。 S 友販売あるんで、はい、いやー楽しみだなー、マジでどんな感じになるんだろう。とにかく非常に楽しみなマンションです。ちょっと緊急でお送りしました、はい、突然です。突然ですが、はい、初めて見ました、この感じの動画の切り方と作り方が、ね、本当にやるんだって。はい、ザ・パーカガス埼玉市として本当に期待してます、はい、三菱地所レジデンスの方、ネット地の方、川口道路建築工業の方、いいものを作っていただけたら本当に本当に本当に嬉しいです、はい、ただいまの時刻23時19分、もう森田さんこれもう帰れないじゃないですか泊まりかもしれないかもしれないです、ね、はい、警備員もびっくりです、はい、宿泊勤務がある不動産屋でも一緒に働く方も募集中です。寒くても大丈夫ですね、白衣をかけて寝ればいいんで、はい、大丈夫です、はい、大丈夫ですはい、ということで緊急動画でした、はい、ありがとうございました。さようなら。